国松隆治6月28日隊は、日本の警察官僚、元警察庁長官、静岡県浜松市出身。1937年、静岡県生まれ、静岡県立浜松西高等学校、東京大学法学部、第二類卒業。大学4年生に、肺結核を患ったため、民間企業では採用されず、東京大学剣道部師範から、 警察試験を進められて入庁。1961年、警察庁入庁。警視庁本富士警察署長、警視庁総務部広報課長、在フランス日本国大使館一等書記官、警視庁公安部長、兵庫県警察本部長、警察庁刑事局長などを経て、1993年に警察庁次長。1994年警察庁長官に就任。 1995年、東京都荒川区南千住のマンションで狙撃され、一時帰国状態となったが2ヶ月半後に復帰。1997年退官。1999年から2002年、在スイス特命全権大使。2003年、NPO、法人救急ヘリ病院ネットワーク理事長に就任し、2012年から会長を務める。このか。 公益財団法人、犯罪被害救援基金理事長代行、ソンポジャパン帰りみかん、日光コーディアルグループ特別帰りみかん、マルベニシ社外取締役などを務める。1995年3月の警察庁長官、狙撃事件で銃撃された経験から、救急医療の大切さを実感し、NPO 法人救急ヘリ病院ネットワークの理事長就任依頼を受けた。 ちなみに当時、狙撃事件の犯人は荒川の部落に逃げ込んだという噂で持ちきりだったという。人々が実感する治安を体感治安という言葉で表現している。DNA 型鑑定を犯罪捜査に導入することに尽力した。息子の国松大輔は2008年の宇宙飛行士選抜試験で最終選考まで残っている。ありがとうございます。